こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はオーストラリアに住んでいてもアマゾン室で稼ぐ方法ということでですね、今年から、オーストラリアアマゾンの、物販が始まる予定でね、今アマゾン室のサポートの申し込みが、オーストラリアにお住まいの方から、相談やら申し込みやら、結構入り出してます。住んでる比重で言うとね、日本に住んでる人はそれ圧倒的に多いはずなんですけど、やっぱりオーストラリアに住んでると、このね、オーストラリアに日本製品を持ってくれば高く売れるだろうというのはね、かなりの実感として、わかるんで、それはね、ぜひ参加したいということで、やっぱりサポート申し込んでいただいてるんだと思います。そんなわけで、日本にいらっしゃる方はね、日本が、いかに恵まれてるか、そしてオーストラリアにお住まいの方は、オーストラリアに住んでいても、こんな風にアマゾン室、アメリカで売れます、あるいはオーストラリアが始まれば、儲かりますということでね、聞いていただければと思います。まず、オーストラリアの方にはね、言うまでもないことですけど、オーストラリア市場はとても魅力的です。はっきり言えば粗悪品がバカ高いと、ね、しかも品数少ない、ましてや、ね、品切れも多いと、ターゲットとか K マートなんかでね、買い物したりすると思うんですけど、私もね、中国の EU 行って、見て驚きましたけど、もう EU に置いてある商品がそのまんま、ターゲットとか K マートに置いてあります。で、値段はね、ただ、EU で買うと、30円とか40円のものがね、ターゲットが K マートで行くとオーストラリアドルの10ドルになるわけですよね。比率で言ったら、仮に10ドルが800円として考えても、25倍とか、そういう倍数で売れてます。ましてね、買い物行けば品切れのことも多いと。なら同じ値段で売ってもね、アマゾンで2日で届くとか3日で届くとか、ね、あるいは、ウルアスか、あるいはね、コールズか分かりませんけど、あたりでピックアップできるということであれば、これは確実に売れるでしょうね。ただ、参入は簡単じゃない可能性もあります。何しろね、オーストラリア、ご存知のようにね、物がないんで、オーストラリアに住んでる人にオーストラリアアマゾンで売らせても、アマゾンとしてはね、商品ないだろうというようなね、考えを、してるだろうと。普通に考えたらそうですよね。だから中国なり日本なりイギリスなりアメリカで、セラーの方に、オーストラリアでも売りませんかという形でね、きっと声をかける、初期の頃は、それでね、声をかけるっていう可能性が高いです。ですんでね、せっかくオーストラリア儲かると分かってるのに、始まった時に参入できないとね、始まった時が、始まってすぐがやっぱりね、ライバルもいないわけですし、セラーが少ないんで規制も甘いということでね、一番の稼ぎ時なんで、始まってすぐに、参入したいということでね、当然今オーストラリアに住んでいながら、アメリカのアマゾンに、中国商品あるいは日本商品をね、どうやって送って、儲けるかというのをサポートしている、私のサポートに申し込んでいただいているんだろうということをね、最近ひしひしと感じます。で、そう考えるとね、今回、私がオーストラリアを、離れてオーストラリアアマゾンが、物販開始するまでね、中国なり東南アジアなりヨーロッパなり、オーストラリアアマゾンで売るものを探す、旅へ出てます。で、その中でね、まずオーストラリア、シドニーを離れて一番目に行った中国、この中国でね、中国商品を中国で買ってもらって、そして、アメリカアマゾンに納品する準備をして、で、アメリカアマゾンに中国から直接納品してもらうという仕組みを作りました。これね、ご存知のように一旦オーストラリアに入れてしまうと、オーストラリアはね、送料が非常に高いんで、オーストラリアに入れてからオーストラリアからね、アメリカに送ったんでは全く、赤字が真っ赤っかになってしまうというのがありますんでね、一旦オーストラリアに入れずに、納品するっていうところが重要なポイントですね。これオーストラリアアマゾンが始まってしまえばね、オーストラリアで1回受け取って納品で全然 OK なんですけど、それまでね、オーストラリアアマゾンやらないという選択肢はね、ちょっと今の状況だと危険なんで、
まあ、なぜ聞かんかというとですね、いきなりオーストラリアアマゾンが始まって、オーストラリアアマゾンだけで、売りたいと言ったときにね、他の市場の販売実績がないと、まあ、参入できない可能性があるということを考えるとね、やっぱりアメリカアマゾン、ね、始めておいた方がいいです。でこれね、日本に住んでる方なら日本アマゾンで物を売るっていうのが一番手頃なんですけど、オーストラリアでね、遠隔操作で中国の物をね、日本に入れて、取引件数を稼ぐとか、まして儲けるっていうのはちょっとね、難しいです。品質にうるさいね、日本の、消費者に、オーストラリアの K マートとかね、あるいはターゲットに置いてあるものを送ったら売れるか、ね、まあ、仮に売れたとして苦情が来ないか、まあ、考えてもらえばね、それはやらない方がいいねという結論になると思います。まあ、そんなわけで、オーストラリアにいながら、まずは、アメリカ、アマゾンで販売すると。で、販売するものはね、中国語のサイトを見るのは大変なんで、まあ、eBay で商品を探してもらう。あるいはね、日本のサイトで商品を探してもらえば、あとはこの商品を中国で買っていくらっていうのはね、中国語のサイトの、仕入れの相談の方はね、その中国の代行業者さんがやってくれるんで、あなたはやらずに済むと、ね、eBay で商品を探すとこまでで OK と、あるいはね、ハンズなりロフトなり、ドン・キホーテなりの、サイトで商品を探すとこまでで OK という形で、取り組めます。でそんな形で、まあ、オーストラリアにいながら US アマゾンに取り組めると、まあ、US アマゾンに取り組む一番の目的は AU アマゾンが始まった時にね、しっかりと参入できるようにする、まあ、プラス、10月の、末のハロウィン、それから11月のね、24日のブラックフライデー、まあ、このあたりからね、アメリカアマゾンは、まあ、それ以前のアメリカアマゾンとは打って変わってすごい勢いで物が売れますんでね、まあ、そこでも稼いでしまうと、ね、でうまい具合にオーストラリアアマゾンが同時に始まったらね、同じ商品を送ればダブルで稼げる、まあ、ダブルというか多分ねオーストラリアアマゾンの方が全然稼げると思いますけど、そんな形で、今年、ね、始まるオーストラリアアマゾン、あるいはね今の段階で、アマゾンが結構ね ID チェックとか厳しくしてるんで、参入者もね、前みたく、バカみたく増えていくようなことはないというタイミングなんで、まあ、非常に参入のタイミングとしては今、いいです。アマゾン輸出を始めるタイミングとしては非常にいいです。で、明日5月31日までですね、アマゾン輸出のサポート会員を募集しています。これはね、ライトな、サポートプランであるチャットワークサポートプラン、これスカイプなしですね。で、半年のサポート付きで99,000円、それからね、もう完璧に、パソコンの使い方やらサポートに必要なチャットワークとかスカイプのサポートからね、その中国の、シリアのサポート、あるいは個別の商品のね選び方とか、その商品がいいとか悪いとかね、こんな商品どうですかというようなね、まあ、至れり尽くせりのサポートをする個別サポートプラン、こちらが半年で55万円、2つのサポートプランを、募集してます。でまずはね、物販、まあ、当然初めての方がほとんどだと思いますんで、本当に稼げるんかいなと、どんなサポートをするのかな、何をやるのかな、どんな商品を売るのかな、まあ、その辺の疑問はね、当然あると思いますんで、無料で電話相談受け付けております。まずはこちらをクリックしてですね、出てきた問い合わせの、フォームにお名前とメールアドレス、それからね、題名45分無料相談と書いて、第1、第2、第3希望の、日時を書いてください。サポートの募集はね、明日までなんですけど、まあ、無料相談を明日まで、ね、サポート募集期間中に入れていただいた方には、31日以降でもですね、サポートいたしますんで、都合がつかなければ、まあ、6月以降の日付を書いていただいて構いません。ご応募お待ちしてます。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。